ね、お願いしますよ。はい、何の話ですかね。今日は何の日って話だったかも、ね、そうですね。そう、いつものステージとちょっと違うんですよ。そう、うわー、何が違ったかな、何が違ったかな。うん、うん、うん、お、発表したちょっとメモ帳をねメモ帳見直してますけど、はい、見てますね。ペロってなめてなんか、あららら、なんだ、うん、うん、あ、わからんのかい、わからんのかい、今なんだっけ、メモ見たけどわからんかった。そう、今日はですね、あのサイコロチャレンジと言いまして、うん、サイコロでですね、サワサワさんの、え、初めて聞いたけどっていう、お、うん、なんか美味しい食べ物食べれると思ったら、僕がもう、ねえ、切ってますけれども、そうそう、切ってるのかな、なんか切って刺してしてるのかな、うん、そうやっておやつが食べれると思ったんかな、クマも、あ、違った、サイコロステーキもしかして、サイコロステーキだと思ったの、そっち、違うんですよ、クマも、あの、6個ね、数字が並んでる方のサイコロでした、はい、なーで、クマ一気にやることがなくなってあった。ばっかりでしょ。いやいや、本当にそうですよ。まあもうね、今3時ですからね。まあね、今も、うんうん、3時のおやつ、うん、食べたいところではあるけど、今日はですね、サイコロチャレンジの方で、うん、お願いしたいなと思っております。そうだー。